はい、こんにちは、116ウィンズです。今日は NLCS 第7戦が行われまして、ドジャースが4対3でブレイブスを下してワールドシリーズ進出を決めました。いや、本当に LCS 第7戦にふさわしい非常に熱い試合となりましたね。ワンプレイワンプレイ選手たちの思いというものが非常に伝わってくるような試合でしたし、また試合展開もどっちが有利かと言えないぐらい非常に競っていましたので、近年のプレイオフの中でも屈指の好ゲームになったんじゃないのかなと思いますね。ドジャースは1勝3敗と追い込まれた状態から3連勝して今回ワールドシリーズ進出を決めたわけですが、直近4年間で3回目のワールドシリーズ、今回は果たして頂点を取れるでしょうか。そしてブレイブスも本当に惜しかったですね。ドジャースをあと一歩まで追い詰めたんですが、最後どうしても勝ち切ることができませんでしたね。ただシリーズ全体で見れば第4戦までは完全にブレイブスのペースでしたよね。第3戦こそドジャースが初回に11得点を奪って大勝することができたんですが、翌日は一転してブレイブスが中盤にカーショーを攻め立て逆に大勝してシリーズに王手をかけたわけですけれども、ドジャースとしてはやっぱり絶対的なエースであるクレイトン・カーショーで試合を落としてしまったというのは非常にショックが大きかったと思いますし、まあ実際第4戦のベンチなんか見ていても、まあ非常にドジャースのベンチも暗くなってしまっていましたので、プレイオフのドジャースは何かとカーショーと悲劇的な負け方をするイメージがどうしてもついてしまっているんですが、この時はまた今年もそうなってしまうのかなと思ってしまいましたね。で、シリーズリードしたブレイブス側からすれば、第6戦第7戦にもつれたとしても、マックス・フリード、そしてイアン・アンダーソンでどちらかで1勝すればワールドシリーズには進めるという状態になっていましたので、まあ、ちょっと余裕も感じるようなそんなシリーズの展開になっていたんじゃないのかなと思いましたね。続く第5戦もブレイブスが序盤に2対0のリードを奪って、もうこのまま勝ち進みそうだなと思ったところ、ドジャースに流れを手繰り寄せたのはチームが誇るスター選手たちの存在でした。個人的にシリーズの流れを変えたとも言ってもいいぐらいのプレーを見せたのがムーキーベッツでしたね。第5戦ブレイブスがすでに2対0のリードを奪って、さらに3回裏ワンアウト2、3塁の場面、ここでベッツのところに浅いライトフライが飛んできたんですね。これが落ちればまあ1点下手したら2点が入るような状況で、ベッツはこのライトフライを地面スレスレのところでうまくキャッチしたんですね。すかさずランニングスローでバックホームしますが、三塁ランナーのタッチアップを刺すことはできなかったんですけれども、ただ三塁ランナーのオズーナどうもリタッチしていなかったようで、チャレンジの結果アウト、結果としてダブルプレーとなって、ドジャースこのピンチをしのぐことができたんですね。3対0となっていたところが2対0のままでイニングを終えることができ、で直後にコーリー・シーガーのソロホームランでドジャースの反撃が始まって、そのままこの第5戦を制することができましたので、このベッツのプレーというのは非常に大きかったんじゃないのかなと思いますね。もちろんオズーナの走塁ミスでもあるんですけれども、ただ仮にベッツがあのプレーをスライディングキャッチしていたら、オズーナももう少し落ち着いてリタッチできたんじゃないのかなと個人的には見ていて思いましたので、あれをベッツがスライディングせずに地面スレスレのところでキャッチしたというのがシリーズの分かれ目になったんじゃないのかなと個人的には考えています。ベッツは第6戦そして今日の第7戦でも超ファインプレーを見せまして、おそらくベッツ以外のライトだったらなかなかキャッチするのは難しいようなそんなプレーでしたよね。カーショーは以前インタビューでベッツについて違いを生むことのできる選手と語っていたことがあったんですけれども、まさに第5戦第6戦そして第7戦でのベッツの守備でのプレーというのはその違いを生むプレーになったんじゃないのかなと思いましたね。続いて攻撃面を見ていきたいと思うんですが、なんといっても今日の試合を決めたコーディ・ベリンジャーのホームランというのは非常に印象的な一発となりましたね。7回裏に決勝点となるソロホームランを放ったベリンジャーですが、昨シーズンの MVP ながらも今シーズンは打率2割3分9厘、OPS は7割8分9厘と、まあ、昨年の彼を考えるとあまりらしくない1年となってしまって、で、プレイオフでもこの試合まであまりいい状態とは言い難いような成績だったんですけれども、ただこの第7戦、同点の場面でこの一発を放つわけですから、まあ、このあたりはさすがスター選手だなと非常に感じさせましたね。2ストライクと追い込まれてから3球ファールで粘って8球目ど真ん中に来たボールを見事に捉えてライトスタンドに叩き込みましたが、ここぞという場面での集中力というのは本当にさすがだなと言わざるを得ませんね。この前の回に代打で同点ホームランを放ったキケ・ヘルナンデスもベリンジャーと同じように3球ファールで粘ってから8球目をホームランにしたんですけれども、勝負どころでのドジャース打線の集中力の凄さというところを非常に実感しました。
そして今日はブルペン陣も非常に頑張りましたね。先発のメイ、そして2番手のゴンソリンが序盤に3失点してしまいましたが、そこからトライネン、グラテロル、そしてウリアスと3人で6回無安打1四球の素晴らしい系統を見せてくれました。この3人の頑張りがあったからこそドジャースに勝ち越しのチャンスが生まれたわけですし、また第1戦やられてしまったトライネン、そして第4戦カーショーの後を継いで登板したもののブレイブス打線を止めることができなかったグラテロルが、それぞれこの第7戦でブレイブス打線相手にリベンジを果たしたというのは非常に意味のある登板だったんじゃないのかなと思いましたし、そして最後のウリアスが何より素晴らしかったですよね。3回を9人パーフェクトに抑えまして、ドジャースが勝ち越した後ブレイブスに反撃する余地を与えませんでしたね。内容が非常に良かったのでロバーツ監督も最後まで投げ切る判断をしたわけですけれども、これ逆に9回にジャンセンとか投入していたら本当にどうなっていたか分かりませんので、この判断は非常に良かったんじゃないのかなと思いました。まあネットなんか見ているとカーショー投入してくれみたいなね、カーショーを熱望するような声もあったんですけれども、まあそこはですね、今回ロバーツ監督はしっかり抑えまして、ウリアスに託して今日の勝利をつかむことができました。活躍するべき人が活躍し、最後はブルペンが踏ん張った、チーム一丸で掴んだ一勝となりましたね。一方で敗れはしましたが、このシリーズブレイブス非常に強かったですよね。 MLB 最高勝率を誇るドジャースをあと一歩というところまで追い詰めましたし、特に上位打線フリーマンやオズーナを中心に非常にこのシリーズ暴れていた印象がありますし、ドジャース投手陣にとっても本当に脅威だったんじゃないのかなと思いますね。ただブレイブス先発陣の駒不足というところに、まあ、シーズンからそうでしたけれども、プレーオフでもかなり悩まされてしまいましたね。計算できる先発投手がフリード、そしてアンダーソンしかいない中、ブライス・ウィルソンが第4戦でドジャース打線を手玉に取ったり、第5戦ブルペンデーを仕掛けて1番手の AJ ミンターが3回をほぼ完璧な内容で抑えるなど、投手陣なんとかうまくやりくりはしていたんですけれども、ただ結局は先発投手が足りないというところで、ブルペンの負荷というところも非常に大きくなってしまって、最後はブルペンが崩れてしまい負けてしまいましたので、残念な結果となってしまいましたね。怪我をしたマイク・ソロカー、そしてコール・ハメルスがいたらこのシリーズどうなっていたかなと思わず思ってしまいますが、来年以降ぜひですね、ドジャースにリベンジを果たしてほしいなと思っています。ということで NL の勝者が決まり、今年のワールドシリーズはタンパベイレイズとロサンゼルスドジャースの対決となることとなりました。この2球団はまあ金銭面で非常に対照的な2球団となっていまして、今年の60試合換算で総年俸を見てみますと、ドジャースは総年俸9560万ドルに対して、レイズはたったの2930万ドルしかないわけですから、総年俸でだいたい3倍ぐらいの差がついている両球団となっています。ただお金の使い方は対照的とはいえ、両球団とも他球団の一歩先を行くチーム作りを行っていまして、今年の両リーグのリーグ最高勝率チーム同士によるワールドシリーズ、非常にハイレベルな戦いを期待しています。ワールドシリーズは水曜日から始まりますが、今年はどんなドラマが待っているのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。